このフェアは JU 岐阜県中古自動車販売協会、県中古自動車販売商工組合が県内各地で企画していてこのうち関市では JU 岐阜中濃支部に加盟する12社から人気の軽自動車やコンパクトカー、輸入車など合わせておよそ110台が展示販売されました。製薬者には型ハムののプレゼントのほか 納車時のガソリン満タンまたは希望ナンバーのサービスが用意されました。すべての車が支払い総額の表示となっていて、来場者に分かりやすい価格を示していました。フェアは今後、日出し部で今月26日、27日に高山市の数京真光匠が丘駐車場で、 都農支部では来月9日から24日に加盟者各店舗で開かれます。